はい、皆さんごきげんよう、リンドリストです。今回はちょっとね、戦闘の動画ではなくてお話メインで進めていく動画にしようと思いますので、お付き合いください。さて、モジュールがイブにはあります。船にね、つけて性能を変化させるものですけども、モジュールにも、いくつか種類があるのをご存知かと思います。こんだけたくさんありますね、インバルであれば。で、このモジュールなんですけども、モジュールの、種類には、かなりたくさんあります。一番下のランクで言えば、テックワン品の無印、これは製造に使ったりすることがありますね。テイク2の素材になったりします。これを使うことは一部モジュールを除いてはないと思いますね、性能的に。次に、テック2の間の、ものとしてリミテッド、これはアダプティブイナーワールって書いてますね。このネームド品と呼ばれているこのちょっとテックワン品の上とか下とか真ん中に名前が入ったりとかするネームド品と呼ばれているものがあります。これはテック2、テックワンの、ものに分類されますね。テックワンの中の、若干性能のいい、ものになるので、スキルが低くて使えるので、初心者の人はこれを使ったりすることがあります。はい、テック2品、さらに性能を上げていくと、テック2品が出てきます。これが多分一番よく使われるものの一つになりますね。テック2は性能が一番コスパと、価格とのバランスが取れていて、強いものになってきます。ただその代わりスキルが必要ですね。これで言えばタクティカルシールドマニピュレーションが4必要ですね。であと、フィッティング要件であるパワーグリッドとか CPU の、消費が激しいっていうのもあります。キャパシタも食うことが結構多いですね。なので、フィッティング要件とかを、考えてくると、これでは足りないことが出てきます。そういう時に出てくるのがこの次、ファクション品ですね。ファクション品は、スキルが低くて使いますね。で、パワーグリッド CPU の消費が少ないことが多いです。で、ものによっては性能もテック2よりいいことが多いので、すごく使いやすいですね、これは。その代わり、流通量が少ないです。海軍品と海賊品がありますけど、海軍品であれば LP ストア、ミッションで手に入る LP を使ってそのポイントを交換することで手に入りますし、海賊品であれば、レア NPC とかから、特定の NPC から、ドロップするモジュールになるので、供給量が、ちょっと少なかったりするので、高いですね、すごく。なのでコスパとしては悪くなるけど、かなり強いモジュールなので人気のモジュールの一つですね。それと同じくらい人気なものとしてデッド品があります。デッド品は青色のマークがついていますが、このデッド品は、デッド探検とかで手に入りますね。宇宙にシグネチャーと呼ばれているダンジョンみたいなところがあって、それの、ボス NPC みたいなのを、ね、倒すと、手に入る確率でランダムにドロップするものになります。これも性能がすごくいいので、性能にこだわる人は多分これをまず使うことになると思います。CPU パワーグリッドは、マッチマッチですね。これは少ないことはなかったりしますね。その代わり性能がすごくいいので、性能にこだわる人はこれを使います。さらに上のランクとしては、オフィサー品、があります。このオフィサー品を使うことは、性能にこだわる人でもまあめったにないですね。理由は簡単、高いからです。非常に高いです。もう目玉飛び出るぐらいビリオン級のモジュールがゴロゴロしているので、性能はいいけど高すぎるので、全然もう見合わない。その船の価格よりも全然数十倍ぐらいの値段をすることがあるので、こんなもんつけてそれとウルウルできないよっていうのがね、正直なところです。ちょっとね、高すぎるので、使えませんね、これは。もう私もイブ人生長いですけど、イブ歴の中で使っオフィサー品、紫色のものを使うことはもう本当に1、2回ぐらいしかないですね。しかもネタで使ったぐらいですね。はい。はい。こんな感じで、オフィサー品はどこで手に入るかというと、ヌルセクのね、セキュリティステータスのしかも低いところ、一部地域でのみ取れる、ものになってます。レア NPC がオフィサーと呼ばれている、レア NPC がポップするんですけども、レアでね。
それもしかも結構確率低いんですけど、でしかも強いとね、なのでそれからランダムに出始めるので供給量が極端に少ないので、もう自他でも売ってなかったりすることはあるくらいなんで、まあ使うことはないでしょう。で、あと最近流行ってるのはアビサル品ですね。アビサル品はあの赤色のモジュールで、これはねアビサルデッドと呼ばれているあの専用の場所があるんですけど、そこで手に入る素材を使うと普通のモジュールを変化させることができます。性能をね、性能をこうやってあの上げ、あのマウスオーバーさせると赤だったり緑だったりしますよね。これはランダムで素材を使うと変化するので、オーダーメイドみたいなね、特注品みたいな感じになっています。なので、これもねまた面白い、ものなんですけれども、最近はね、これが流行ってたりします。価格はもうほんとバラバラですね。性能があのランダムで変わりますから、いいものは高いですし、逆にゴミになって嘆いてる人もいる感じですね。はい、さてここまで話してきて、おやっと思った人は、まあ鋭い人ですね。この中で一つだけまだね説明が抜けてるやつがいますね。はい、今回はねそいつのお話をしていきます。ストーリーラインと呼ばれて、ここに、ね、ありますね、1個だけモジュールが。この、ちょっと薄緑、これファクション品と見分けつかないですね、あんまり薄緑の、ストーリーラインと呼ばれているモジュール、クラスのモジュールがあります。これのお話をしています。このね、性能の味付けとしては、まあ、これもちょっとあのモジュールによってまちまちなんですけど、CPU とパワーグリッド、リソース系が少なくて済むっていうことがあります。なので、フィット要件がかなりきついっていう時に使うものになってきますね。ただね、この CPU パワーグリッドっていうのはいろんなところで、保管できるんですね。代替手段が結構あるんです。ファクション品とか使えば、たくさん使えば、性能をね、上げつつ、そのフィット要件もクリアできるってこと多いですし、スキルでカバーすることもできます。リソース系のスキルはたくさんありますからね。で、あとインプラントも見逃せないところですね。ジェノレーションセットインプラントは強いですし、まあ、PG、CPU スロット6のやつは、まあ、定番ですね。その辺を使えば安く、CPU パワーグリッドは、保管できますから、ストーリーラインを使ってまで、CPU パワーグリッドをね、しかも性能をちょっと落とし気味の時が多いので、まあ、そういうモジュールを使う場面っていうのがあんまりないんですね。で、なかなか自他で流通することも、ものによっては少ないことがあったりするので使いづらいですね、すごくなので、まあ日陰物というか、まあちょっとマイナーな部類の、モジュールになってきます。はい、じゃあこのね、ストーリーラインの PPC、どんなものが、例えば、分かりやすいのがあるかな。例えばそうですね、スマホとか分かりやすいでしょうね。スマホは一つだけ他のねテック通品とか、ファクション品いろいろありますけど、メタ品とかね、こいつだけね、パワーグリッドが低いんですね。180で、他200ですよね。こいつだけ180で低いから、まあ性能は微妙かもしれないけど、こういう風に、パワーグリッドをね、少なくて済むっていうのは大きなメリットの一つです。という感じでね、リソースを削るモジュールですけども、製造には BPC を使います。BPC は専用のところで手に入る。これを製造することはできません。NPC からドロップしたりします。これは、2つの、知る限りではこの2つが種類じゃないかなと思うんですけど、1つは、エージェントですね。ストーリーラインエージェントから手に入ります。ミッションを受ける普通のね、ミッションと同じです。採掘とか戦闘とかいろいろありますけど、それと同じでストーリーラインエージェントっていうのが、いますが、これはちょっと特殊なエージェントで1回しか受けられない上に、現地まで行かないといけないですね。宇宙空間にいるんですね、そのエージェントが。ステーションとかにいるわけじゃなくて、
宇宙空間に行って直接話す感じになります。で、しかも1回しか受けられないので、なかなか使いづらいミッションなので、それを主体に回していく人っていうのは、まあいないですね。1回しか受けられないとかちょっと痛いですね。なので、供給量としてはこっちは少ないんじゃないかなと思います。もう一つの供給先としてはスリーパーサイトがあります。ちょっと一個前に私があの動画を上げたと思うんですけど、リミテッドスリーパーキャッシュ、スタンダードスリーパーキャッシュ、サペリアスリーパーキャッシュ、この3つのね、スリーパーハッキングサイトっていうのがあるんですけど、まあ、それでランダムでドロップするのがこの、ストーリー内の BPC になります。供給量としては多分こっちがメインになってくると思います。非常にランダムではありますがたくさん落ちるので、いろんなね人がチャレンジするのはこっちになります。ただスリーパーキャッシュすごくね手順が煩雑で複雑なんですよね。何やってこれやってとか、これがドロップしたらこのカーゴに入れてとか、なんかすごい分かるまでが大変なので、やってる人は少ないですね。しかも、ちょっとミスったりとかすると、船がバック吹っ飛ぶトラップだらけなので、怖いですね。やるのもちょっとハラハラする、データサイトになってくるので、これもまたね、供給量は少ないのが現状です。なので、BPC の供給自体が少ないっていうのもありますね。あと、じゃあ次、生産をするにあたってもね、壁がいくつかありますね。一つは、一番大きな壁としては、スキルがあります。専用のスキルがね、しかも、ものによってバラバラなんですね。たくさんあります。全部で、ストーリーライン系のスキルは8個あります。アーマーエンクロプションメソッド、カルダリガレンティミンマタがあって、タークマハル、タローカン、ヤンユング、スリーパーテクノロジー、この辺ですね。たくさんあるんですね。これがね、モジュールによって、これは例えばスリーパーキャッシュです、スリーパーの、テクノロジーですけど、こっちはガレンティエンクリプションとか、これとかは確か違いますね。ヤンユングとか。ほんとね、たくさんあるんですよ。スキルが。これ取るだけでもう大一苦労で。で、私も今取ってますけど、重いんですね。一個一個が。5を取ろうとすると24日、これは、最適がしてない状態ですけど、インプラントも刺さってないです。デフォルトの状態なんですけど、24日かかります。それで。重たいです。4までは、まあ4日ぐらいでいけるんですけど、5じゃないと作れないモジュールとかもあるので、そうするとその作れるようになるモジュールもそんなにないので、5個とか4個ですね、ものによってひどいやつは1個とかありますから、その1個のモジュールのためだけに24日かけるのかっていうと、それもちょっと痛いところですよね。プレックス代を考えると 1.6 ビルぐらい前後しますから、 1.6 ビルをその1個のモジュールでペイできるのかっていうと、って感じですね。ストーリーラインはまあ、この後話しますけど、今日売り買いが少ないですから、ペイできるのかはすごく怪しいところですね。全部で8個あって、しかも24日全部取ろうとすると、ストーリーライン製造マスターを目指すとすると、もう8ヶ月とか普通にかかりますから、ちょっと辛いですね。辛いですね。で、それだけでも大変なのに、素材がね、また特殊なんですね。ミネラルだけで作れません。このマテリアルのところ欄を見てもらうと分かるんですけど、ファクションマテリアルと呼ばれるものがミネラル以外に必要です。このファクションマテリアル、どこで手に入るかというと、これはデータサイトです。データサイトする人にとっては、なんか見たことあるなーっていう感じのモジュール、素材だと思うんですけど、このね、見たこと、開けたことないすらない人も多いんじゃないですかね。このマテリアルの、ファクションマテリアルという項目は、まあ、数が多いんですよ、これもまた。こんだけたくさん種類があって、これをね、あらかじめバイオーダー出して買いだめするなんてのは、まあ、大変で、もう、やらないことの方が多いですね。その1個とか2個とか作るためだけに、この、モジュールの素材を買いだめしていくなんてことはないですから、まあ、
よっぽど専門にやる人は別ですけど、まあなかなかないと思うんで大変なんですよね。これを利益出そうとすると、また最大化するとすると、このたくさんの、これ1個だけじゃないですからね。これもタロカン、タークマハル、スリーパーってありますからね。これは全部買いだめしておくのかと言われると、それはノーですし、まあ大変なんです、製造は。とにかく、なので、まあ BPC 少ない、手に入るのも大変、スキルもいる、素材も大変ということで、まあ供給量も少ないですね。なのでマイナーなモジュールということでしょう。はい、まあそんな、スリーパーのと、じゃ、ストーリーラインのモジュールですけども、まあ、不人気なものが多いですけど、じゃあ全部不人気かというとそうでもないんですね。意外とね、人気なものもあるんですね。じゃあそれはどんなものがあるかっていう話をしていきましょう。まず不人気なものから言ってみましょうか。不人気なのはね、アクティブリペアとかはちょっと不人気な傾向が高いですね。特にラージサイズは、取引量少ないと思います。なぜかっていうと、リペアっていうのは船の生存性に直結するものなので、フィッティングをするときに多分一番最初に埋めていく、妥協したくないところは多分リペアが来るのかと思います。リペアを一つ、相手のダメージとかを計算して、それを主軸に、フィットを組んでいくと思うので、ここを妥協する人はあんまりいないと思うんですね。まあないことはないですけどね。で、特にラージサイズっていうのは戦艦とかで使えますから、戦艦とかでリソースきつくなると、他ことはまああんまりないですし、大体できることがたくさんありますから、インプラントとかのはパーセンテージで上がりますから、かなりそっちで強烈に働くと思うんで、戦艦とかはね。なので、パーセンテージで上がるから、このリペアとか、そうですね、何がこれとか売れてるのないと思います。ほら、一個一個とかですね。そうですね、まあこんな感じで、供給する側としてはこれは避けたいところですね。アクティブリペア、シールドも不人気、ハルはもちろんのこと、アーマーもですね、は不人気の部類になります。はい、もう一つアーマー関連で言えば、レジスト系はもう使わないでしょうね、こっちは。なぜかっていうと、レジスタンスプレーティングっていうパワーグリッド1で使えるレジストモッドがあるから、そっちを使うことでもだいたい保管できますから、ちゃんとこれの、高いですけど、デッドヒンとかあります。こっち性能すごい高いですから、レジスト系でわざと CPU を削るなんてことはまあないですから、まあレジスト系、アーマーレジスト系は不人気ですね。すごい春のね、ストーリーラインも不人気ですね。カーゴホールドは、ベーシックはどっかで配ってるのかな。なんか結構初心者の方が使ってるのを見たことがあるので、まあこれはたまにありますけど、そもそもパワーグリッドも CPU も00っていうことがあるので、使いどころがすごい困る、まあ圧倒的不人気の、モッドですね。ナノファイバーとかも使うところないですねひどいですね。0000とか、これもひどいですね。ナノファイバーなんてもうテック2で十分ですから、わざわざストーリーラインを使うことはないですね。不人気の一番のところに部類に入りますね、これは。はい、あとはタレットもまあまあ不人気ですね。使われないことはないですね。ただ昔のはテック2弾が使えなかったんですけど、ファクションの、タレットがテック2弾を使えるアップデートがあった時に、こっそり、まあこっそりではないですけど、ストーリーラインもテック2が使えるようになったので、確かその時に。なのでまあそれを機に使い勝手は良くなったと思います。ただ DPS もやっぱりね、削りたくない部類の一つなので、防御モッドの次にぐらいには削りたくないところなので、テック2とかファクション品を使うことが多いですね。これも少ないですね。供給量、供給じゃない、使用頻度は。これも人気ないですね。じゃあ、ここまでなんか人気ない、じゃあ、何がねんっていう、
ストーリーラインは、まあ、もともとね、ストーリーラインは、あんまり使われないモッドですけど、その中でも人気なのもあります。個人的に多分ね、一番人気だと思うのは、この L キャパしたバッテリーですね。タリファーのやつはすごい人気ですね。なぜかっていうと、取引量は、もう10とか、まあ、コンスタントに出てますね。これはね、性能が強いんですね。パワーグリッドと CPU の消費がテック2の半分ぐらい、半分です。まあ、ちょうど半分ですね。60480かかるのが32240になるっていう、まあ、鬼性能ですね。ラージキャップバッテリーって、クルーザーとかの、アビサルとかのね、攻略戦とかに使うことはありますから、クルーザーで240もパワーグリッド削れるっていうのはすごい強いんですね。まあ、ファクションでも十分強いんですけど、サッカーとかの使うことはありますけど、さらに削れるこの、ティリファーはもう強いですね。これはもう多分一番人気じゃないかなって思うぐらい、私個人的なね感想ですけど、まあ一番人気です。あと最近だったらアビサルのね、キャップバッテリーの素材としても使われる、ことがあるので、消費量はちょっと上がってるかなというイメージです。はい、これは強いです。利益もね、確か結構これ1個作るだけですごい利益が出るんですよね。やってみましょうか。あ、出ましたね。これだな。はい。プロフィット、バイオーダーで出しても206ですね。スリーパーとかは、のサイトで手に入る BPC っていうのは、MET が00で、ランが3ランなんですね。なので、これ、1枚ゲットするだけで、206×3 だから、600M ぐらいのね、利益になるんですね。まあ、これはみんな欲しいですね、この BPC は。私もこれを目指して、スリーパーサイトとか回ってますけど、まあ、なかなかね、ストーリーライン品もたくさんあるから、確率出てますから、いつか狙ってみたいところですね。いやー、600M ですよ、1回。1枚 BPC が出るだけで。嬉しいですね。はい。キャパシタ系はね、結構、美味しいのが多いんですね。例えばそうですね。あとは、フラックスコイルとかは確か、いいですね。あ、そうですね、こいつ。フラックスコイルはなぜ、人気かっていうと、そもそも、ファクション品がないんですね。テック2とメタ品とストーリーラインという構成なので、他に選択肢がないっていうのもあります。CPU がね、少なくて済むんですね。フラックスコイルは。このベーシックっていうのは、ちょっと特殊みたいで、どこで手に入るのかわからないですけど、BPC が存在しないので、ストーリーラインとしてはこっちのページになりますね。ページは、CPU 消費が、少ない上に、キャパシタのリチャージボーナスとかね、性能がテック2と同じなんですね。だからもうテック2の完全上位互換みたいな感じになったんですね。だから、そもそも、このデッド品とかファクション品が存在しない、部類のモジュールっていう、カテゴリーのモジュールっていうところにあるストーリーラインっていうのは全体的に人気ですね。他に代替手段がないですから、やっぱりみんなこれを使うって、本気フィットの時はこれを使うっていう人はいますね。あと、まあ、それ系列で言うと、このファクション品が存在しない、カテゴリーは何があったかな。あと、そうですね、ドローンニッチなところですけど、ドローンリンクオーグメンターとか、そうですね、これはね、オフィサー品、ストーリーライン、テックマンテック2、しかもメタ品がないんですね。この間、テック1とテック2の間の品がないっていうのが痛いですね。なので、これのブラックイーグルはすごい人気ですね。本気フィットをする人は、これを使うことが多いですね。CPU 消費が、50必要なところが、これが5を削れるのがでかいですね。もうこの上のランクになってくると、もうオフィサー品でも、
目玉飛び出る値段になってくるので、まあ間を取ってブラックイーグルのこのねストーリーラインを使うっていう人は結構います。あと、ね有名なところで言えば、あこれは人気ですね、コバートクローク、クローキングデバイスの中の、スモークスクリーンコバートオプス、これは人気ですね。計算するとストーリーライン、現在ストーリーラインで一番儲かるのは1個あたりの値段が高いのはスモークスクリーンですね確か。これは何が強いかというと、CPU も少ないんですけども、センサーリキャブレーション、ちょっといらないのがたくさん入ってるな、ちょっと待ってくださいね。プロトタイプこっちとはちょっと違いますね、この2つになりますね。これはそもそもコバートクローキングっていうのはオフィサー品存在しないですから、この2つの選択肢のどっちかを選ぶっていう時に、センサーリキャブレーションっていう項目が強いです。これはデクロックした後にターゲットがまたできるようになる、遅延が何秒かっていうやつなんですけど、1秒もね、少なくなるんです。タックラーとかするときにこの1秒っていう数字はなかなか大事な数字になってくるので、ここをスモークスクリーンは他に選択肢もないですから、こいつは高いですね。もう 300M とかしますね。こいつはまあ有名なストーリーラインの強いモードになります。ただねこのスモークスクリーンは、厄介な点があって、レベル5が必要なんですね。さっき言ったスキルのこれもまた痛いところですね。本当なかなか美味しい話はないっていうところです。ストーリーラインのね、あと強いところ、ラージのアーマーリペアはリモートアーマーリペアは強いですね。これもないです。ファクション品がこのページしかない、ピースしかないですね。これもテック2とメタ品とストーリーラインだけの構成です。で、これもね、製造スキルが確かこう必要なんですね。あ、そうですね、ヤンユムのレベル5。なんとなくわかると思うんですけど、このレベル5がいるやつは高いんですね、利益率。ただこれを1個作るためだけに、しかも BPC ね、何個も出るわけじゃないですから、契約でもあんまり利益率のいい値段で出してくれる人は少ないですから、これのためだけに5を取るかと言われるとちょっと苦しいところがあるっていうのが、問題ですね。あとまあこんな感じですね。人気商品といえばそんな感じです。あと、全部を計算してみましょうか。ストーリーラインのカテゴリーで一番、どういう順位になってるか、利益が出るのかっていうのをちょっと計算してみましょうか。はい、できましたね。はい、ちょっと、見づらいかもしれない人は拡大してみてください。一番いいのはやっぱりスモークスクリーンのコバートオプスですね。まあ、これは変動するんで、必ず作るときは自分で計算してください。赤字になるのもたくさんあるんです。ストーリーラインは下の方とか行くとこのマイナス表示になってるのいっぱいありますね。ひどいやつだとこのナチュラとかもひどいですね。 100M 作るだけで 100M のマイナスですよ。私持ってますからねこれどこで使うねんっていう感じですけど、これはひどいマイナスですね。これはちゃんと物を選ばないとマイナスになるので計算は必ずしてください。一番人気な利益が出るのはスモークスクリーンですね。今 220M のプロフィット適当に作っても出ますね。これはやっぱすごい人気ですね。あとはやっぱりトゥリファーのギャラージキャップバッティングとかですね。ニュートロンブラスターラージが出てますね。ただこれは SVR が0マイナスになってるからこれ売れてないですね多分。詐欺みたいな感じでほとんど利益は出るけど誰も買ってないみたいな感じの値段になってるんだと思います。あとはリモートラージアーマーリペアとかですね。このデジタルブースター 500M のマイクロブースター、これもまあまあ人気ではあるか、いやでもこれも確かレベル5が必要なんですね。スキルがスリーパーテクノロジーのこれしかもね、嫌なのが
このスリーパーテクノロジーを、このデジタルブースター1個だけなんですね、レベル5は。この1個のデジタルブースターのためだけに 5取るっていうのはないですね。まあ、難しいですね。よっぽど、まあ、マスターを本気で目指したいっていう人は、これを最後に取る感じかもしれないですね。プロフィットもね、100M しか取れないから、100M をブレックス代で賄えるかというと、16個売らないと、まあ、大体ペイできないから、16個売るのにどんだけ時間かかるんだっていう感じですね。これほとんど売れてないと思うんで、あんまり大変なとこですね。 OM のデジタルブースターとかも結構人気かな。あ、でも SVR がすごい低いからこれはきついですね。 0.01 とかほとんど売れないですね。まあ、せめて 0.1 とか2とか必要ですね。まあ難しいところですが、まあこういう感じで作るの大変、手に入れるの大変、まあ日陰物っていう理由が、ね、だんだん分かってきた、なんとなく分かってもらえたかなと思いますが、まあでも意外とね、本気フィットの時は私も使ったりしますから、こういうカテゴリーのものがあるって知っておくのは面白いかと思います。本気フィットの時はね、もう CPU もインプラントで、パワーグリッドもインプラントでなんとかしたし、CPU もね、ファクション品とか使ってギリギリまでカツカツまで削ったけど、それでもきついっていう時は、このストーリーラインっていうのを使うとね、面白いフィットができたりするんで、まあ、なかなかね、もし知っておくだけでも楽しい、お話かなと思います。はい、今回はちょっとね、トークメインでお話ししましたが、ちょっと日陰物のお話を、ストーリーラインのお話でした。はい、ちょっと楽しんでいただければ嬉しいです。はい、お疲れ様でした。またお会いしましょう。 See you again. バイバイ。